ここからは日野さとし VS 立花慎之介平成日本国取り合戦ラジオがホストを務めさせていただきます。番組から誕生した人気キャラクターたちの特別コーナーをお届けしますよ。せーの、国取り幼稚園。こんばんは、僕しんのすけくん6歳です。今夜はね、ここ渋谷公会堂で国取り幼稚園のお遊戯会があるらしいんだよ。それじゃあ国取り幼稚園に通うお友達を呼んじゃおうか。みんなおいで、おいで。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。おい、何やってんだよ、何やってんだよ。おい、食べる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 食べ遊園地。じゃあみんな座ってください。衝撃的なこと、そんな間違い、座っちゃおう。バカ。え、叩かれた、しんのすけくん違う。叩かれた。はい、国取り幼稚園のみんなの準備ができました。あそこ態度悪いよ。怖い、態度悪いよ。あそこなんだよ、怖いよ。さっきあげたのに、渡君にチューインガム俺にも食わせろよ。怖いよ、怖いよ。優しい、優しい。あれ、あげてるよ。優しいぞ、あいつ、あいつ優しいぞ。割と優しい。いやね、あ、捨てた。捨てた。ひどい。超ウケる、超ウケる。あいつ超ウケる、あいつ超ウケる、あいつ超ウケる。ひどい。落ちて食べた。あいつ何でも食うぜ。あいつ何でも食う。これから会場に集まってくれたお姉さん、お兄さんのために、お兄さん、お兄さん、お兄さんのために、お兄さん、お兄さん、いっぱいいる、お兄さん、いっぱいいる、お兄さん、はい、お兄さん、元気、ね、準備は OK かな。はーい。それじゃあ楽しい国取り幼稚園のお遊戯会を始めていきます、うん、僕たちは幼稚園生だから難しいお話はわかんないんだけど、今夜はディベートっていうものをやります。ディベート、ディベート、ディベート、ディベートってものをやります。はい、これから出題されるテーマについて2つの意見に分かれて議論をしていきます。うん、時間まで議論をして終わりのチャイムが鳴ったら、会場にいるお姉さんお兄さんにどっちの意見に納得したか拍手で判定してもらいます。うん、楽しそうだね。ディベート一番分かってない感じがするよね。そうだよ。さあ、というわけで最初のディベートのテーマを発表します。テーマはダン、うん、おもちゃはあり、なし。おもちゃ、おもちゃ、おもちゃ、これ、うん、うん、おもちゃはここが国取り幼稚園だってことを後悔しな。
デニーロだあいつ超面白い。あいつ超面白い。あいつ気に入った。あいつやべえな。大体違う。ガムもらって、ガム欲しいじゃん。ガム捨てんじゃないよ。それじゃあまずはじめに自分がどっちの意見で発表したいか決めて場所を移動しましょう。下手側が A、あり、おもちゃありの人。あり。上手側が B、おもちゃなしの人。というわけで、それじゃあ皆さん移動してください。どうぞ。はーい。いつも椅子を持って、椅子を持って移動してください。おもちゃありかな。あ、おもちゃ。あ、持ち込みだ、持ち込み。おもちゃ。あ、食べた。おやつの時間まだなのに食べた。持ち込みだ。マジ。おもちゃ。なしかな。準備はいいですか。なんでそんなそっち。はい、終了。怖いの？あれ？というわけで、おもちゃありが6人、おもちゃなしが2人。それじゃあ始めましょう。国取幼稚園のお遊戯会のテーマ、おもちゃはあり、なし？ディベートスタート。おもちゃはない方が絶対に楽しい。そうだ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 。ほら、自分たちの甘いな、自分たちの体だけで楽しむんだ。精一杯精一杯楽しむんだよ。甘いな。甘い甘い、全然甘い。5歳だから分かんないんだよ。なんか5歳だろ。6歳になれば分かります。嘘だ嘘だよ。年長さんとかそんな変わんないだって。だって縛ってって言われたらどうすんだ。気持ちで。気持ちじゃ満足しないよね。いや、縛るよ。逮捕できないんだよ。どうやって縛るの？逮捕できないんだよ。逮捕？何にもいらないんだよ。渡るくんは何にもいらないんだよ。渡るくんはすごいんだよ。何とは言わないけど。何とは言わないけど。動物みたいな、動物みたいな真似とかできるんだからな。あれだよ、あれだよ。ほらすごいんだからな、渡君は。それはすごいね。おもちゃに頼らない方が、技術を磨けると思う。何？渡辺君技術してないな。難しい言葉知ってる、ね、難しい言葉知ってんだろ俺。技術すげえ。すげえだろ。技術だぜ。技術、技術を磨けんだね。でもね、それよりも上に行かないとおもちゃをうまく使う技術って磨けないんだよ。なんだよ上って。なんだよ、俺たちまだ発展途上だっていうのかよ。俺たちわかんねえよ。そうだよ、まだまだまだなのかよ。教えてけろ。やっぱり年の差にはかなわないんだよ。かなわねえなあ。あと他の気づいたの、はい、4人しか喋ってない。そうなの。あの2人は喋る気ない。なんだよ。あの人たちも両足なんなんだよ。足組んでる人たちがわけわかんないよ。保守的なやつが4人いる。ちょっと待って、散々昼の部暴れたピンクの人なんでそこに喋ってないんだ。ピンク一番目立ってんのに。絶対エネルギー切れだよあの人。ピンクなんでありなの。ピンクどうしたの。ピンクなんでありなの。おもちゃ疲れた。ピンクはね、おもちゃなんでありなの。おもちゃはね、いっぱいあるとね喜ぶよ。すごい喜ぶ。いいね。ちょっとお金かかるけどね。お金持ちだ、お金持ち。お金持ちだ。オプションって知ってる？オプション、オプションがあるの、オプションが。はい、ピンクストップ。それ以上アウト。さあ、というわけで白熱してきましたが、ここで会場の、お姉さんお兄さんにどちらの意見に納得したか、納得したか。納得ってなんだ。拍手で判定してもらいます。これはデシベルは出ないのね。
そのままで判定です。はい、では行きます、うん。まず、おもちゃありの意見に納得した方、拍手をお願いします。あー、でもやっぱすごいな。すごいよ。違いよ。え？ありがとうございます。おにぎりさん？続いて、おもちゃなしの意見に納得した人、はい、拍手。やったやったわからないかすごいやっからやってまいりました、畑野渉ですどうもありがとう。さあ、というわけで決まりました。今回のおもちゃありなしは、なしの勝利です。やったー、 2D ラブなんかすごいぞ。やったぜ。さあ、まだまだありますよ。まだあの、ま、もう一問あります。 まだあるのね。さあ、早速じゃあね、次のテーマ、こちらを発表していきたいと思います。うん、次です。外で遊ぶのが好き？中で遊ぶのが好き？渡辺くん、なんか声低くなってるよ。これはいろいろ考えられるね。どちらも楽しいよね、この時期はね。うん、寒いしね。寒いしね。寒い、外寒い。寒い、寒いよね。さあ、というわけで、皆さん移動しましょう。動けや。ああ、これね。ここで動け。いやー、そうだな。どっちだろうね。そうかな。大輔くんがよくわかんない計算してた。これどっちなんだろう。ここかな。あれずるい。ピンク両方のパターンだ。ピンクどこなの。ピンクはどこに、どこで遊ぶの。両方なのか、どっちでもないのか、どっちなの。どういうことなの。僕は遊ぶ人がいないから一人で遊ぶのが好きなの。そういうことか。ピンクすげえ。ピンクすげえよ。もう何年も一人で遊んでる。ピンクすげえ。ピンクすげえ。そこにしびれる。憧れる。憧れる。憧れる。俺たちが言えないことを平気で言ってのける。そこにしびれる。憧れる。俺は人間をやめるぞ。今人間をやめてプロフェッショナルになったんだ。一個消化しましたからね。バーッと上がってきましたね。まあ、語ってください。だから語ってください。僕は一人で遊ぶのが好きなので語ってください。中立の立場や。じゃあディベートスタートですね。ディベートスタート。動かない。動かなかった結局。呼ばれてるよ。小野くん呼ばれてるよ。俺かい。俺を呼んだかい。外に決まってんだろ。外に。なんで。元気な男の子は外で遊ぶんだよ。わ、元気。子供は風の子っつってな。うちの父ちゃんも言ってた。外で遊びなさいって。大輔、外で遊びなさいと。それが男ってもんだって。かっこいい。めっちゃかっこいいよ。かっこいい。ない人思えないよ。かっこいいけど、オーディエンスの反応はそんなこと聞きたくねえよ。そういうことじゃねえよっていう空気は確かにあるだろ。ぶっちゃけていいか、俺このコーナーすごく戸惑ってる。もっと。DDT チームはすごく困ってる。どこまでやっていいのかって。ああ大丈夫、俺に任せろ。お、本当か。なんだよ、なんだよ。サトシ君、すごい。どこの良さを知ってるのかよ。サトシはね、野山を駆け回るのが大好きなんだ。野山を駆け回る。そうだよ、山を越え、谷を越え、みんなの町でやってきたんだよ。それニンニン、そういう遊びが好きなんだ。サトシウジ、山を越え、谷を越え。山を越え。うわうわ、大輔君が攻めた。大輔君が攻めた。攻めた攻めた。あいつ攻めた。大輔君すごい攻めた。あいつのやり方、あいつやればできる子なんだ。やればできるんだ。
ガム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 、ありがとう。いやでもさ、外ばっかりじゃさ、ね、なんで仲がいい、仲だよ、なんでやんな。ある程度囲まれた世界の方が燃え上がるからさ。かっこいい、かっこいい、渡辺くんかっこいいよ。やったー、やったー、来た来た、ここに来てね、ね、そうだよね。俺もね、車の中がいいなって。ほら、中だ、中中の中に、やった、増えたぞ、増えたぞ。あいつさんたちが何にも結局、後半いじられないと思う。それじゃあ、会場のお姉さん、お兄さん、行きましょうか。行きますよ。まず、あ、戻っちゃったね。行きますよ。頑張れ。まず、外で遊ぶのが好きな A に、共感した方は拍手。いねえの。これはすごいぞ。いねえのか。でも違うよ、今回真ん中いるからね。そうそう、真ん中がいるから。ダークホースが。じゃあ真ん中が怖いんだよ。続きまして、 B の中で遊ぶのが好きに共感した方拍手。やったー。おいおいおい。それじゃあ最後に C の C の一人で遊ぶに共感した方拍手。なんかすごい、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 すごいよ。セキララ、すごくセキララ、すごくセキララだよ。これはもうこの勇気を買って C の勝ちで、おめでとう、おめでとう。こんなにたくさん友達ができたよ。それが一番。結論がそれ。最終的にでもあいつ喋んなかったな、あの黒いやつ。あのひげ面のやつ。ひげの人。私ですか。そこ二人喋んなかった。マジ。うん、なんで外がいい。何が？なんで外がいい。ん？なんで外がいい。何が？何がじゃねえ。変な顔。何かはおかしい。ダメだ、あの子、あの子黒がいてる。あっちはあの ブーツのやつだ、ブーツのやつ。うん、僕はねー、こんな声だ。もう普通の飽きたな。頑張った、頑張った、ありがとう。いや、よかった、それが聞きたかった。というわけで、まあね、外も中もね、いいということで、はい、ね、一人もいいということで、はい、会場のお姉さん、お兄さん、どうでしたか。僕たちの泳ぎ会、楽しかったですか。いやー、セキララでした。はい、すごいコーナーだ、ね。よかったよかった、うん。これがね、コーナーの、ある意味4つ目の締めですからね。大変なコーナーです。そうですね、4組目の締めですからね。まあ、これ、本編のラジオで一切やってないんですけれども、得点の方でちょっとやっただけなんですけども。あ、そうね、この、まあ、しんのすけくんとね、さとしくんは。そうそうそう、そうなんです。まあ、今回ね、みんなには無理やり付き合ってもらって、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、以上、国取幼稚園でした。ありがとうございました。ありがとうございました。帰ります。さようなら。